おはようございます。下國伸です。寒くなると食べたくなるのがおでん。具材の美味しさがギュッと詰まっただし汁、皆さんはどうしていますか？僕はこんな風にアレンジしました。おでんのだし汁に中華麺、生クリームと斬新な組み合わせ、一体どんな料理を作るのでしょうか？で、今日は何をするかというと、この汁を使って、あんかけ焼きそば作ろうかなと。まずおでんのだし汁と生クリームを鍋に入れ、沸騰するまで加熱するのですが、ここでシェフに質問。好きなおでんの具材は何ですか？車麩好きっすね、僕。味染み込んでるやつめっちゃ好きなんですよ。で、からしめちゃめちゃ好きで、からしたっぷり効かして辛いねっつってからしって辛いねっつって食べるの好きっすね。そうこうしているうちに、あんのベースが沸騰してきたので、水溶き片栗粉を加えて混ぜます。ここがあん作りの最重要ポイント。今火を止めた状態、温度はめちゃめちゃ高いけど火を止めた状態、そして混ぜながら、濃度ついてきたなと。で、そうすると絶対ダマにならないですし、程よい濃度つけれるかなと。次に柚子胡椒、刻んだ小ネギも加えて混ぜたら、あんは完成。ここで片焼きそば作りのノブテク。今回の麺はこれです。スーパーとかでよくラーメンの麺として売られている生麺。焼きそば用の麺よりも作りやすく、小麦の味もしっかりと楽しめるということで、ラーメン用の生麺をチョイス。たっぷりのお湯にごま油を加えて2分茹でます。そしてフライパンにごま油をひき、麺を焼きます。表面は焼かれてて香ばしくていいんですよ。だけど中心部分はちょっと蒸されてる状態、そのコントラストが、ね、ものすごく大事だなと思ってて、厚みをある程度作ってあげて、焼かれてる部分と、これもちろんひっくり返して焼くんですけど、焼かれてない部分の食感の違いだったりとか、そういうのが、ね、楽しめると思うので、ちょっと空気が入っているような状態で焼くと、本当にね、お店のように美味しいものができるんじゃないのかなと思います。ね、なんか癖で回、いや単純にこれ癖で回してるだけです。回してますね、確かにね。回す意味は何もないです、マジで。本当に何もないですね。ちょっと見てみましょうか。どうでしょう。お、美味しそうですね。このぐらいでいいかなと思います。焼き色がついたら裏返して反対の面も焼きます。そして両面焼けたら器に盛り、あんをかければ、それではこちらでおでんブイヨンのあんかけ焼きそばの完成です。いただきます。これめちゃめちゃ美味しいですね。多分家庭それぞれの味っておそらく出てくるんだろうなっていう風に印象なんですよね。で、それをどんな味わいでも多分これって上手に作れると思うんですよ。クリーム、あと柚子胡椒、これが入ってることによって、洋風だけどもクッと締める柚子胡椒の味わいと、ちょっとしたピリッとしたアクセント、これが多分食べ飽きをさせない、いい技になってるんじゃないのかなっていうような印象ですよね。今回はおでんの具材みたいなものは一切入れてないんですけど、ゴロゴロした野菜入っててもいいし、あんかけのところにちょっと細かく刻んだおでんの具を入れてあげたりとか、そんなレシピに仕上がったかなと思います。皆さんもぜひお試しください。